はっていうことを思うってなかなか簡単なようで、でしかも当たり前すぎて通り過ぎがちだったりするんですけど、一つそのなんか自分にとっての平和って何だろうって自分のことを見つめ直してくれるきっかけになれたらなって、このアルバムを通じてなんか、なんでこの歌が今日は自分の心に刺さるんだろうとか、なんか自分のことをちゃんと見てあげれる時間っていうのもすごく平和なのかなと思うので、そういった意味で平和っていうことをポカーンって浮かべるだけでもまたそれが願いに変わったり祈りに変わったり、じゃあどうしなきゃ